でん、今回セリアから発売された商品を紹介したいと思います。よいしょ、はい、開封しました。このパッケージのこの包装の仕方もかなりセンスがありまして、この足で固定させてラッピング包装してます。もうこの時点でセンスがありますよね。アブよけ、オニヤンマ、絶対に虫が刺されないという商品ではございません。まあそれはそうですね。虫にオニヤンマを認識させ、近寄らないように仕向ける商品です。暗い場所では認識しにくいため効果がありません。こんな感じです。これ本物ですよね、これね。隅々まできちんと塗装がされています。このフィルム、ただの一枚の平たいフィルムかなと思いきや、よーく見ると、ここに山折り加工がされており、すごくこれでリアル感を演出しています。で、近くで見るときちんと羽にも絵が描いてありますね。もう芸が細かいですね。すごくいいと思います。これ本当に100均なんかなと思っちゃうぐらい今ちょっと興奮してるんですけど、こう肩とか帽子とかにつけるんですけど、その時に風が吹くと思うんですよね。ふーっとこう風が吹いた時にリアルなトンボの羽を演出していますね。マテリアルはこうなんかあの本物のこれ本物じゃねえかこれ。うわって本当にもう分かんなくなっちゃうぐらいリアルです。顔はこんな感じです。これは本当に100均のクオリティじゃないですね。あとこちらの腹綿の方に安全ピンがあって、これで固定できるみたいですね。印刷がちょっとこうずれてたりとか、こうやってちょっとインクが垂れてたりとかっていうところはちょっと気になった点でございます。あとここの安全ピンがチープな感じがしました。でもまあ全然いい商品ですね、これは。はい、それでは使用例を紹介しましょう。これが大きくなるので、これニンニクになるんですね。ここからこういうの。このネギの匂い。ネギの匂い、はい。よし。おあとこちらにピンセット、安全ピンがある。うんうん。あとこちらに、あとこちらの、言ってんだよ、喋れてんだよ。あとこちらの、あとこちらの腹綿の、